アンソニー・ロナルド・ラナウドは、アメリカ合衆国、ニュージャージー州、モンマス郡フリーホールド・タウンシップ出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ。2007年の MLB ドラフト11巡目で、テキサス・レンジャーズから指名されたが、ルイジアーナ州立大学へ進学した。2010年の MLB ドラフト1巡目追放で、ボストン・レトソックスから指名され、8月16日に契約。 2011年、A 級グリーンビルドライブでプロデビュー。10試合に登板し、4勝1敗、防御率3.33だった。6月に A 級セーラムレッドソックスへ昇格。16試合に登板し、5勝5敗、防御率4.33だった。2012年は、A 級ポートランドシードックスで9試合に登板し、1勝3敗、防御率6.69だった。 2013年は AA q ポートランドで19試合に登板し8勝4敗防御率2.95だった8月にトリプ AA 級ポータケットレッドソックスへ昇格6試合に登板し3勝1敗防御率2.97だったオフの11月20日にレッドソックスとメジャー契約を結び40人枠入りした2014年は トリプル A 級ボータケットで開幕を迎え、21試合に登板。12勝4敗、防御率2.41と活躍し、8月1日にメジャーへ昇格。同日のニューヨークヤンキース戦で先発起用されメジャーデビュー。6回を4安打に失点に抑え、メジャー初勝利を挙げた。8月2日にトリプル A 級ボータケットへ降格した。 最終的には7試合に先発で投げ、防御率4.81を記録。また、投げたすべての試合で勝ち星ないし、負け星がついた。子球が脱三死により多く、40イニング未満で、本塁打を10本に浴びるなど、翌年以降に向けての課題も見つかった。2015年1月27日に、ロビーロストのトレードでレンジャーズへ移籍。この年は4試合に登板し、 うちに試合で先発で投げた。防御率七点六三ホイップ一1.70と打ち込まれ、勝ち星なしでいっぱいを期した。十二月二十一日に背番号を四十四に変更した。二千十六年は遺跡までに二試合に登板しただけで、防御率十七点一八三点二インニングで八死球と大荒れだった。二千十六年五月十二日にマットボールとのトレードで、 シカゴホワイトソックスへ移籍した。ホワイトソックス加入後は7試合に投げ、うち5試合に先発登板。ここでも防御率8.46ホイップ1.66と結果を残せなかった。レンジャーズとの合算では9試合の登板で防御率9.481勝1敗、ホイップ1.79という成績だった。2016年11月23日。 韓国プロ野球のサムスンライオンズと契約した。2017年は2勝を記録し、同年限りで退団。ありがとうございます。